のび太の牧場物語。誰の声？みんなの家。あ、新しいキャラかな。クソイケボすぎてびっくりした。すごい数の星だ。こんなにたくさん見えるんだ。わあ。強く光ってるのはなんていう星だろう。天体望遠鏡ってすごい。すごいな。貸してくれた出来すぎにはお礼を言わなきゃ。そうだ、昨日テレビで言ってた星座を探してみようかな。テンション高すぎ。白鳥座じゃなくて白鳥座でしょ。そうだ、白鳥座。ほら、確か天の川の中で十字に並んでいるって言ってたけど、なんでそれが白鳥に見えるんだろう。昔の人想像力豊か。あの星は大きいぞ。もしかしたら地球みたいに生き物が住んでるのかも。うーわ、これ天体望遠鏡で見たらさ、もし生き物を見つけたら正義の大発見だ。見えないものを見ようとして望遠鏡を担いでた。せい、そうだねえドラえもん。天体観測な、それね。はい、ドラえもんおるの？寝てるんじゃん。今日はドラえもんいないんだっけ。うわ、いないんか。アホやん、お前ただの。いねえじゃん。のび太の眉毛やばない？みんな見て、まあの頭の上行っちゃってるよ。チェ、うん、こんなんやっけ。肝心な時にいないんだから。お母さん、のび太、屋根の上から声がするけど、もしかしてまだ起きてるんじゃないでしょうね。え、これ美里さん、エヴァンゲリオンの今聞いたけどさ、ママ、のび太独り言やばくない？夏休みだからって夜更かしせず早く寝なさい。わわわわわわ、早く戻らなきゃ。うお、めっちゃ騒音えぐいで、のび太。ドラえもんどこにいるやろね。この年でいびきえぐない？もうやばいんちゃう？のび太、いつまで寝ているの？はっ、 いや、ちょうど起きるところだったんだよ。嘘おっしゃい。今何時だと思ってんの？今何時？ヒージー、今日は早く起きて宿題をやるって昨日約束したでしょ。約束すんな、そんなこと。分かってるってば。だからこれからやろうと。あー、クズだ。あなたが成長日記をつけると言っていた庭のお花の水やりだって昨日は代わりにやったんですから。うわー、うぜー、伸びた。いや、あなたはチーン。お父さん？どうしたんだ？父さんや。そんなに大きな声を出して。父さん、家ではさ、襟なしのシャツでいいんちゃう？パパ思ったけど。パパのもっこりをさ、そり落としたらもう坊主やん。自分で言っていた庭のお花に水をあげるのも忘れてるし。最悪やろうやん。まあまあ、せっかくの夏休みだし。ママに対して、まあまあ、っていうね。はい。のび太ものんびりしたいんだろう。のびちゃんは甘えるんです。あ、のびちゃんっていうのいいね。なんかだいたいあなたものびちゃんと一緒でお休みの日だからって朝からゴロゴロ。いつも働いてんだろ。それは今関係ないじゃないか。そうは言わないやな。今日こそ言わせてもらいます。そもそものびちゃんだってあなたを見て。あなたものびちゃんも休みがあるけど、私は毎日毎日お掃除にお洗濯にご飯の支度まで。わかる。一汁一飯。昨日 YouTube で見たんですよ。土井先生の味噌汁とご飯ありゃいいみたいな感じで。嫌な顔して。味噌汁飲みたくなってきた。草むしり、あの除虫剤？除草剤巻いときゃいいんじゃん。それ第一に悪いかもしれんけど、巻いときゃいいよ。昨日から今やるところだったって嘘ばっかり。だって草むしってもさ、すぐ生えてくるやん。だったら言われる前にやるはずよ。雑草は駆逐しなきゃ。本当にやるつもりだったら言われる前にやるはずよ。それは良くないな。嘘はいけないぞ、のび太。パパまでママの味方するの？パパまでママの味方に。パパまでママの味方に。ドドンドドンドンドドドン。え？真夏すぎだろ。やっと帰ってこられた。これでしばらく健康診断に行かなくて済むぞ。あー疲れた。あー疲れた。あれ？健康診断だったんや。ああドラえもん、ちょうどいいところに。のびちゃんを叱ったら
のびちゃんを叱ったら走って手で行ってしまった。またまた呆れ。のび太くんったな。様子を見てきてくれないかしら。頼むよドラえもん。あ、心配する。いいね、今帰ってきたばかりなのに、ね、仕方ないな。うざいよなのび太ね、マジで。ドラえもんの足音えぐ、ね、バネやもはや。ポポポポ、おーせ、え、アニメじゃん、マジの。これどっか撮ってきたやつ？めちゃくちゃなんか古い感じがするよね。あ、もう全員家で？僕もだよ。グリンピースまで食べたくないのに。スネッキャーマ食べなさい。あんた毎日風呂入りやがって。私毎日風呂入ってないわみたいな感じで追い出されたんや。そうだ、みんなであの星に行こう。宇宙旅行だ。イーロンマスクが作ったスペースシャトルで行くんだ。ドーン、イーロンマスク号、私だけ行ってくるね。ドラえもんだけ乗ってるわけじゃないよな。え、マジで、え、これでいきなり行くの？爆発ボタン、ワープか。すげえ、うわ、お、のび太が静香ちゃんに捕まってる。あれはだ、のびちゃんの、のび太さんの上腕三頭筋すごいわ。うるさいか。到着。おい、ここは俺の家だ。ダイアン取りすぎだよ。奇世界カメラ。え、こんな展開早いの？やば。まだ9分ぐらいしか経ってないよ。まずさ、この異界の星にさ、宇宙芸の星に、宇宙の中の星か、こんな大自然あっていいの？やばすぎやろ。ワンの教訓をさ、踏まえた状態で、中途半端長すぎるから一気にぶっ飛ばそうぜ、的な。森の出口を聞いてみようよ。あそこ誰かいるよ。ぶっ飛びすぎやろ、これ。しくないかしら。野蛮人だわ。わ、こう聞くと俺の静香ちゃんマジで古いバージョンだな。全然違うよ今の静香ちゃんと。おい、ねえ、あらやだのび太さん、行っちゃったよ、行っちゃったよ。ジャイアン、大変だよ。ジャイアンのパートがないぞ。どうしたの？すごいぶっ飛んだね、ストーリー。怪我してる。何で？あれさ、あの木の切り傷とさ、なんかグーパン政権好きしたような衝撃波の後の木のさ、あれがあるよね。任せて。こんな時は。せい。何？お医者さんカバン。絆創膏でいいやろ。みんなも手伝って。タイムフロー式で骨折した足を戻したらいいんじゃない？ドラえもんアホやん、もう思考回路がちょっとね、焼き疲れとんじゃない。あ、これでもあれ王冠に見えるね。治ったんや。え、お医者さんカバンでもうパッて治せるんや。どういう道具わかんない。今度は喋れないんだ。言語が違うんか、さすがにね。日本語とは限らんもんな。みんな翻訳こんにゃくを食べて。そうすれば言葉が通じるはずだよ。うん、これマジでドラえもんが知ってる前提のゲームやな、ほんまに。だって知らない人がやったらさ、翻訳こんにゃくって何みたいな、もう平気なっちゃうやん。うん、ありがとう、助かったよ。僕はライトって言うんだ。ライト。君たちは？僕のび太。僕のびのび太。のびのび太。私は源静香。俺はゴーダたけし。ジャイアンって呼んでくれよな。おい、のび太。僕は骨川スネオ。僕ドラえもんです。よろしく。みんな少し変わった。あ、喋ってくるね。どこから来たの？日本。僕たちはね、ジャピーン。他の星から。ここ酸素あるんだね。つうか他の星から人が来るなんて珍しい。僕は初めて見たよ。うん、でもここはもともといろいろな星の人が集まってできた国だし、おかしいことでは
へえ、うん、それで君たちはその星を、俺ら勝手に開拓するのこれやばない。人間が住めるような星を探してたら偶然ここにたどり着いたんだ。お母さんたち心配せえへんの。それじゃあこの町のことは全く知らないんだ。知らない。助けてくれたお礼にとっておきの場所に案内するよ。誰も住んでないところ。それいいの？俺たちの拠点にしていいの？ありがとう。うわすごっ。今の音符はあれやろ、好感度上がった時、プレゼントした時にできるやつやろ。着いたよ、僕のお気に入りの場所なんだ。うわすごいの、すごくないの。うわグラフィックすげえなこれ。好き。こんな感じのさ TPS 視点でやりたいわこれ。こ上、見下ろしのさじゃなくてこんな感じで俯瞰じゃない、もうちょっと何感、うん、めっちゃいいやん。いいすげえ。素敵な場所。輝いとるやん、稲が。これは小麦畑かな。日本じゃなかなかお目にかかれないね。え、見れないの、北海道だよね。北海道で見たことがあるけどね。あ、あ、小麦ってことはこれ全部パンやお菓子になるのか。ジャイアンアホすぎやろ。どら焼きにもね。二人とも最初の感想がそれなの。食いしん坊だな。なんだと、なんか文句伸びたのくせに。文句はないよ。え、これ俺らの？にはなんないよね。奥光ってるよな。この小麦畑は町の人がお腹を減らさず豊かな暮らしができる。え、お前のお気に入りの場所ってここじゃねえよな。俺たち使えねえじゃねえかよ。こんなに小麦があったら一生食べるのに困らないかも。困るよ普通に。足りないよ。それがこの場所を好きな理由なの？うん、小麦パン以外に何ビールにできるか。僕もここには最初連れてきてもらったんだ。小さい頃父様にね。父様にね。その時父様王様やろどうせ。お前ただこの広い小麦畑に見とれちゃった。ライトのお父さんもここが好きだったのかな。そうかもね。僕の父様はいろいろなことを知っていたしとても優しかったんだ。素敵なお父さんね、うん、そんな父様が口癖のようにいつも小麦はビール。この星に住むみんなが手を取り合って楽しく暮らしていけるようにしたいんだ。口癖なげ。それが僕の夢なんだって。みんなが手を取り合って口癖なげ。人と動物が力を合わせて自然の恵みを作る。俺は豚を食う。牧場を使ってその夢を実現しようとしていたんだ。ちょっとクズになってきた。ね、父様は牧場。ちょっとみんな鼻水結構出るんですよ。ズルズルで申し訳ない。うん、牧場。うん、案内するよ。え、今何？牧場からってこと？誰もいないってこと？俺たち貸してくれるん？あー、これ買うかどうかめっちゃ迷ったんだよね。みんな買ってよかったわほんま。うん、今鳥肌立ってるもんだって。やっぱグラフィックいいな、こういうね 2D の絵画調のいいな。いろいろな種族の人が集まる賑やかな場所だったんだ。今誰もいねえじゃねえかよ。ある時から町の人の交流も減って寂れてしまったんだ。これね、コロナを反映させると父様はウイルスやろ。私の賑やかさを取り戻そうとしちゃうか。その途中で、ね、何？ライト。僕は父様に代わって。なん、牧場を厳しいところは言わない。賑やかにしたい。そうすれば町の人たちの中ももっと良くなるかもしれない。今悪いの？この牧場。クソやろそれだけで。叶える。素敵な夢だね。素敵だねそれは、めっちゃ楽しいと思うよ。で、きついと思うな農業。素敵なことだわ。うん。農業がね、人をダメにしたんですよ、実は。農業民族が狩猟民族を攻撃してたっていう事例はあるんですよ。え？のび太が手伝ってくれるの？うん、せっかくこの星に来たからさ。どこまでさ、あら、私も手伝う。おい、のび太、何でもいい。そういうことなら、俺とスネ夫も手伝う。え、僕も？ちょっと、ほら、なんで勝手に入れんねよ。手伝ってもいいけど。は
うん。汗出てる。ライト大丈夫？あ、傷が痛むんか。まだ傷が痛むの？傷はもう大丈夫だよ。でも体力がまだ戻らなくて。ここで昼寝をしよう。治ったばかりなんだから。僕たちに手伝えることはない？わ、早いね今回は。マジでもう早速手伝いやん。いいんだけど。パパパパって。少し屋上の仕事を手伝ってもらえないかな。手入れしてなさすぎやろ。したくてね。もちろん。あいつら嫌がっとるやん、ジャイアン。あれ、ジャイアン、スネオ、どうしたの？お腹減ったんだ、多分。え？いや、実はな、この辺りを探検し調査してこようと思ってる。言い方一つやな。調査？そうそう、知らない星なんだし情報が必要でしょ。さ、そうと決まれば早速。え、ちょっと二人とも出発。協力体制にないな、あいつらな。ちょっと全然ええけどな。全然絶対二人とも遊びたいだけだよ。調査ってなんだい。ライトに聞けばいいのに。まあまあ、のび太さん、私たちだけでも手伝いましょう。静香ちゃんと二人だけになれるからいいんじゃない？ね、あ、ドラえもんがおったわ。ライトもおったわ。ライト。このまま僕たち三人は静香ちゃんがライトのこと好きになってしまうじゃん。金髪やし、クソかっこいいじゃん。ありがとう。爽やかすぎ。そうは言っても。うん。ありがとう。屋上の仕事なんて何をしたらいいのか。お前ワンでやったろ散々。僕にも毎日鉱山生活だったけど。あのワンの時ね、鉱山の方がね、畑仕事より儲かったんですよ。大変だろうけどよろしくね。ワイも全クリしたんで、皆さん。ライトが教えてくれるなら安心だね。よし頑張るぞ。お前農場のスペシャリストやぞ。お前小麦のスペシャリストやぞ。小麦育てまくってマシンでね、あのなんか麺にしてさ、こねてなんたらだけどパン焼いて売りまくってたよ。もうさてと。ところで、のび太は牧場仕事をしたことはあるかい？どうかな。よかったら僕が教えてあげようか。大丈夫。いいね。そう？頼もしいな。じゃあ必要な道具を渡しておくね。マジックハンド、マジックポケット。きたな、お前のクワトジョーロ。さてと。それで牧場仕事をのび太に手伝ってもらうとして。恥ずかしい話、僕一人じゃ牧場を管理しきれなくてね。雑草や木が生えちゃっていて、このままじゃ畑をきれいに耕かせないんだ。頼むよ。必要な道具一式を君にあげるよ。畑をきれいにするので手伝ってくれて嬉しいな。うん、よし。静香ちゃんのドラえもん何すんだ。どうかな。必要な道具は出すけど、道具説明いるかい。別に俺やりながらみんなに説明してやるよ。この俺がやる気があるみたいで嬉しいよ。ハンマー石勝ち割り、斧が木勝ち割り、クワが雑草刈り取り。いい、みんな、はい、ね、そうだ。株の種もいくつか渡しておくよ。牧場始めるに俺も最初からこれ一面株にすっからさ、足りないぞそれ。ありがとう。言っとくけど俺の体力舐めちゃダメだよ。牧場の仕事で手伝ってもらうんだからこれぐらい当然さ。今作は鉱山あるかな、わかんねえな。さて、あとはのび太、出荷について分かるかな。さんつけろかさま、詳しく説明した方がいい。出荷箱は大丈夫、簡単で大丈夫です。大丈夫、はい、何時何時までに物を入れたらね、その日その時間になる前に、あ、なったら出荷してくれるからね。随分の自信だな。ほら、これが出荷箱だよ。ここに作物を入れるとお金借ることができるんだ、ね、作物以外にも拾ってきたものや釣った魚、捕まえた虫なんかも出荷できるからね。前作は安すぎてね、やっぱね石とか宝石そういう系ばっか売ってたな。うん、出荷箱に入ってるものは18時になると兵士さんが回収して、兵士いんの。そうだ。そしたら俺兵役するよ。俺がもしここにおったら体も鍛えれるし。僕が育てた株を一つあげるから、よかったら後で出荷してみて。うん、でっかー。4次元ポケット、マジであいつのズボンポケ。
それから食べるのもよし、誰かにプレゼントするのもよし、好きにしてね。最後の収納箱について説明するけど聞くかい？収納箱はいいよ、もう入れて、チェストでしょ、うん、で、家の中のチェストね、繋がってたんだよ確か。だったら知らん、うん、収納箱は出荷箱の隣にあるから自由に使ってね。さてと、これで牧場の仕事の説明は一通りすんだよ。うん、完璧だ。どんな問題、全部覚えれたの？まあ覚えれんかったらまた教えてくるんでしょ、親切なやつでしょ、ヘルプ見たらいいんでしょ。はい、それじゃあ最後にこの牧場の名前、OK 牧場ね、はい、OK 牧場、うん、のび太にも手伝ってもらうんだし、もう僕だけの牧場じゃないから、俺の牧場だから、これも新規一転して名前付け直したいんだ。のび太の好きな名前でいいよ。本当？やった。名前の後ろに牧場って付けて呼ばれるようになるよ。はい、最強にしようかな。いいね、はい、最強牧場か、いい名前だね。とっても素敵ね。今日からここはみんなの最強牧場だ。ジャイアンスネを聞いたらびっくりするんじゃない。でもあいつらに任してもね、まともな名前になんないよね。出荷の用意ができた。どんな問題？え、できたの？え、俺にさせるんちゃうやり方。え？すごいわ。ぶっ飛ばしやね。みんなに褒まるとなんだか照れくさいな。え、これ記憶なくなってんの？前回。ねえ、ワンの記憶。あら、お帰りなさい。調査終わったの？うん。うん。調査は大成功さ。ほら、のび太もそんなに締まれない顔しないでさ。まあ、そうしないとゲームなんないもんね。初めてこの2プレイする人わかんないよね。どういう感じで街の中にはいろいろな人がいてな。まだ遊び、調査し足りないぐらいさ。街を気に入ってくれた意味で嬉しいよ。まだ日も暮れてないし、スガちゃんも一緒に行こうよ。楽しそう。のび太さんも一緒に行きましょう。のび太は連れて行かない。行きたいのは山々なんだけど、さっきの作業が疲れて動けなくて。だらしないな。のび太のことは僕が見てるから、みんなも遊びに行ってきたら？うん。もう遊びって言っちゃってるやん。僕もいるからさ、心配せずに行ってくるといいよ。どうしようよ。何？残る？まあ、行くんか、お前。疲れてるなら無理しないで、ゆっくり休んでね。いつかちゃん。それじゃあ。で来るぜ。おいっす。家の電気ろうそくか。みんな遅いな。戻ってきてるみたいだよ。あ、これどんだけ経った手だ。もう。みんな遅いよ。まあまあ。ね。伸びたうぜえな、なんか。少し時間かかってみたいだけど、みんなに、そんなに街が気に入ってくれたの？俺たち3人とも街で手伝いすることになったぜ。あ、なるほどね。それぞれつくもんね、どっかに。みんなそれぞれどこでお手伝いするの？よく聞いてくだ。俺は大工。はい。ね、割り折り。で、石田ちゃんは、医療系やね。うん。病院で。はい。すごいよ。職業体験みたいなもんだね。楽しそうでいいな。ほら、のび太くんは牧場や。おめえは牧場や。この牧場を手伝うよ。約束したもんね。もちろん牧場の手伝いもするわ。ありがとう。はい、あのろうそく一本、あ、火がついたね。談笑、座りいいよ、みんな。座りたまえ。そういえば今日は頑張ってたし、みんなも疲れてるんじゃないかな。早めに寝た方がいいね。それじゃ、今日は宇宙船で寝るの？そうだ、よければこの家に泊まっててよ。2階が寝室になってるんだ。ちょうどみんなが寝れる分のベッドがあるから。はい、こっちだよ、ついてきて。わ、 BGM クソええやんけ。わー、わー、そうだ。あれ誰の、あれ、え、あれ俺の黄色だもんね。あ、みんな色分けされてんだ。それじゃあ、へえ、すげえじゃん。のび太でかない？これにしよう。まあもう色分けされてるけどね。そうかな。みんな寝る場所決まったかい？おやすみなさい。なんでこんないっぱいベッドあんだろう、こいつんち。ライトんち。ライトの家か、これ。おやすみ。自宅のベッドで朝まで寝ることができる。のび太はベッドは2階の部屋に入ってすぐあります。はい。体力が少なかったら早めに寝ましょう。残り体力が少ない状態で夜更かしすると、体力回復しきらずに朝寝坊してしまいます。はい。
日記を書く。現在のゲーム内をセーブすることができる。すでにセーブされるすると選択した場合、セーブドローカーした人は日記を読む。セーブだったら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 。はい、しまーす。誰が作ってくれたん？えぐ、すげえ。みんな、ドミノ直しみたいな感じで、ペッ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 ってさ、あの椅子から剥がれた。で、俺畑仕事だよな。いや。ちょっといいかな。何？あのね。まだ教えないことあったのを思い出した。説明していいかな。もちろん。何何？さてと。何これ。まずはマップだね。ZL を押すと開けるよ。マップって地図の方だよね。お、広い気がするね、これ。結構入り組んでるわ。ね。うん。右にめちゃくちゃなんかね、キャッスルが見えるね。採掘場の入り口遠いな。これを見れば誰がどこに行くか、一目でわかるよ。お店の営業時間もマップで見れるんだ。慣れないうちはマップを確認しておくといいんじゃないかな。それでね。あとマップにビッグマーク出てるのはわかるかい？わかるよ。何かが起こるかもしれないよ。することなかったらもうそこに行ってさ、なんかフラグ立たしゃいいもんね。それは行ってからの楽しみだよ。デッドロスとミニマップ、あ、 OK 了解。さてと、まあ、いずれやっていくでしょう。やることメモ、クエストみたいな感じ。ほら、やることメモだ。ええやん。それでね、やらなきゃいけないことや頼まれたことをメモしておくことなんだ。何をすればいいかわからなくなったら、うんだね。順番に説明していく ね、 重要は君がやらなきゃいけないこと。うん、作物を収穫しようとか、町の人に挨拶してもらうとか、これをやらなきゃ牧場生活が進まないってことに。このみんなっていうのは、町の人たちと仲良くなるためにやらなきゃいけないことを書いておくと。その隣はクエストか。これはまだいいかな。今度機会があったら教えるよ。はい。のび太が入り魔性で過ごす中で起こる様々な問題を解決していきましょう。現在起きている内容、これまでの内容を詳しく見ることができます。ではこれ入り魔性って言うんだね。まずみんな、のび太が出会う住民たちと交流しながらいろいろ起きる問題を解決していこう。住民ごとの詳しい内容を見ることができる。よし、説明終わりだ。長々と引き止めてごめんね。ありがとう。株植えさせて、株ちょっと整理して株植えるわ。ちょうどよかった。何？どうした？あのね、秘密道具を家に置くことにしたんだ。その説明をしておきたくてね。秘密道具？何それ。人なし糸電話。どこと繋がるの？それでね、僕は、普段僕は街を探検してるけど、僕の手伝いが必要になったら糸なし電話で。すごい、すごいねこれ。2人をプレイをお友達と一緒に遊ぶことができる。 1P が伸びた、 2P がドラえもん、模様替えやミニゲームなどで、ね、2人用のプレイが一時中断されます。うん。これあれやん、これフェリアさんと一緒に やればいいやんこれね。2人用のプレイを終われば 2P のドラえもんに話しかけるか、再度自宅に糸なし電話で調べる。そうや、あったね2人プレイ。畑作業、動物の世話、虫取り、釣り、採掘など一緒にすることができる。俺がさ、お金稼ごうとするときに、ちょっとフィリアさん、ドラえもん召喚してさ、もう、肉体労働させるわ。ドラえもんはクワマジオロ、作物、種など、畑作業の道具や、ブラシ、毛刈りのハサミ、毛刈りハサミ、毛刈りバサミなど、動物の世話の道具を使用することができる。うん、のび太とドラえもんは、体力共通の、共通か。のび太の行動で体力が上がった場合、ドラえもん倒れてします。やば。2倍に働けないってことが。効率は2倍になるな。うん、作業効率は。何をするか迷ったら、この、やることメモ。はい、一人で平気。まずは好きなこと趣味を。そうだね。出発進行だね。出発進行。なんか体力最初からこんなあるんだ。すげえな。この株をね、出荷ボックスにちょっと入れてみようぜ、みんな。はい、これ確か一気に持ってった気がするんだよね。あ、遅れた。はい、送る。Y ボタンで送る一発。これは？あ、これ切り替えか。うん。何？ ZR ボタンね。カバンと道具ボックス。これハンマーで。わっす。あと、取るのにも、ボタン押さなきゃあかんかったの、そういえば。夏。うん、これクワいらないもんね。そのまま取れるやんこれ。クワえば
クエスト1個やってみようぜ。ね、綺麗にしよう。木を1本切る。え、木ってあのブチクソでかいやつ？これじゃないでしょ、だってこれ木じゃないもんね。枝やもんな、小枝やもんな。ちょっと切ってみようか。2、3、4、5、6、6回か。はい、1発だ。6、6、2、7回で終わる。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。わあ、長かったねこの木。ってことはこれ2回かな。あ、これは1回だ。よし、でやることメモのね、綺麗にしようが終わったんで、終わったけど何もないわ。まあ、ただこれをやっときゃいい話だよってことか。なんかクエストみたいな感じでさ、報酬くれるんかなと思ったけど。作物を5個収穫。で、クワ。はい。待って、俺今何個？ 10 個あるんか。あ、結構くれたね。1、2、3、4、5。後々強化したらさ、ね、綺麗な正方形とかさ、ね、3マスかけ3マス正方形になるからさ、上路のね、水まき範囲もさ、変わるから、ちょっとね、配置考えなあかんねん、これ。10マスでいいんか。これ水ないよね。なんかあった気がする。収納ボックスか。魚、ここで釣れるのでかない。水を汲んだ。水はどこでも負けないんだね。こういうマスのあるところでやっといけるってことか。はーい。あー、これ体力めっちゃ減るな。やばいね。相当限られてるな、序盤やれることがね。で、あ、これ、え、これ今見たらさ、これかけた瞬間にもすでにね、あ、わかりやすいね、これ。地面がさ、濡れるだけのそういうゲームとかあるからさ、前作忘れたな、濡れるだけとかあるからね。そうするとめっちゃ分かりやすい。もうここ水かけたんだなーっていう。これ何、入れない、入れた。おお、動物小屋 OK。 行けるとこはないんだね。ちょっと鉱山気になるんで、鉱山行ってみるか。左、え、何これ、どうやって行くんだ。下か、ザクザク浜辺に行くんだ。これ、ジャクジャク浜辺合ってんのかな、これ。あ、合ってます。あ、これ売れる。こっちか、 OK。 で、山の方に行くとね、採取とかできるから。あれ、待って、あれやべえな、これ方角わかんねえ。今下で合ってるはずだよね。え、でもこれ右に行っちゃうもんな。あ、右行っちゃった、桃通りで。でもこれ上から行けるから、うん、鉱山行かせろ、鉱山。これ取れるやつ、無理か。お、これ何？ビワ。こんなん全部売れるからね。ほっとこ、ほっとこ。上か。お、化石。前作にもあったよ。前作何？ティラノドン？ティラノみたいなやつ。やべ、俺恐竜の名前忘れちゃったんだけど。え？合ってる？退屈の入り口入れる？これ。木漏れ日の道、これだとブルブル山で途切れるよな。下かな、難しいな、方角。慣れるっちゃ慣れるけど。よし、おお、あ、この視点がいい。うわ、すげえ、すげえじゃん。わあ、すげえ、あ、すごいね。
俺今どこ、待って俺どこ、え俺輝き峠に来た。あーこのカメラがさ微妙にこれビューンって動くのも好き。これ撮れるやつかな、無理か。いいザクザク浜、じゃ貝殻とかも撮れるんじゃん。最終デイやな、最終デイ今日は。10人いないんかな、ね、釣り好き、釣り好き野郎、釣り好きお嬢さん。はい、貝殻1個。町に戻っちゃうね、お日様ビーチ。これは？あ、結構来たな。え、これ何？これ、すごっ。イベント？やった。せっかくあのお日様ビーチになんかビックリマークあったから、ちょっと探してみようか。父さん行きたかったけど。え、めっちゃ繁盛してんじゃん、なんか。物。家もいっぱいあるし。もう異界の住人じゃん。こういう事前情報一切なかったから俺。忙しい忙しい。クソイケボだったわ。ごめんください。おっと、お客さんか。やば、これエグすぎやろ、格好すぎやろお前。お兄ちゃん、見かけない顔だが名前はなんて言うんだ。僕、のびのび太。それでいろいろなところを見て回っているんだけど、ここはどういう。釣り竿をくれ。よくぞ聞いてくれた。ここは釣り屋スイスイ。俺は天使の貝。釣り屋さんか。釣り屋さんって何を売っているの？巻き餌だな。巻くと珍しい魚が釣りやすくなるぜ。なるほど。釣りをするときはぜひ買っていってくれよな。うん、うん、分かった。それにしても、なんだ、合わないよ俺。俺の顔に何かついているか。うん、大したことじゃないんだけど、僕らとは十分見た目が違うなと思って。そりゃ俺はアイス付属だからな。アイス付属、魚が大好きで泳ぎが大得意。そんなわけでアイス付属はみんな海沿いに住んでいるぜ。なるほど。へー、アイス付属ってすごいんだね。僕泳ぎは苦手で。しかししまったな、せっかく来てくれたってのにオリはちょうど遊びに出ていてな。オリってやつがいるんだよな。オリ、俺の一人息子だ。あ、こっち父さんの、俺子供、あ、この声は子供じゃねえな。入院中で。あ、帰ってきた。ただいま。お邪魔。あれ、お客さんだ。ナイスタイミングだ。男の子、女の子これ。今、あ、息子って言ったもん、そういえば。うちに来ていたんだ。ライト様の牧場に泊まっているらしい。わざわざ。ほら、挨拶だ。ライトはなんかトップ層でしょ、幹部。そう、伸びた。伸びた。僕はオリだよ。よろしくね。よろしく。仲良くしてやってくれ。おやば。もちろんだよ。オリ帽子外したらあの3つのとんがりがあるんだよな。よろしくね。とんがりコーン。うん。釣り竿くれよ。おい。え、くれないの？くれないんや。おっと。おお、そうだよ。話をしておいて、肝心の釣り竿。ただでくれるんだよな。そいつでたくさん魚を釣って。そうやね、餌はここで買うのな。竿をくれないとな。用意しておくから、後で取りに来てくれ。あとで今くれよ。お日様ビーチの西側にあります、釣りに使う巻き餌を売っています。はい、ボトルメールを見たり送ったりするのもできます。だ、くれ。お、釣り竿を取りに来たな。使い方説明したいんだが今いいか。いいえ。うん、うまい。割れながら、え、じゃあ説明せなあかんのよ。じゃ聞かなあかんのよ。俺の釣り竿をもらった。でイベントになるんかこれ。よーし、これでのび太も立派な釣り人だな。そのやり方は知ってるかい？お願い。うん、教えて。と言ってもやると簡単だ。川や海に浮きを投げて、魚が食いついたら浮きが沈んだら引き上げる。これだけだ。うん、いい返事だ。では簡単な割にとても奥が深い。そうだ。川や、海や川といった場所だけではない。天気や時間帯によっても釣れる魚が違うんだぜ。はーい。はーい。それでな、
巻き餌を使うと珍しい魚が釣れやすくなるんだ。便利だからぜひ買っていってってくれな。はい、池や海、川などの水辺の魚影がある場所で釣りをすることができます。うん、まあいけるでしょう。はい、釣る魚は時間帯と天候で変わると。今1時54分か。早速釣ってみっか。魚影は魚影、魚影魚影。これ何？ここまたアイス付属。あ、汚いね、すげえ。魚影あった気がする。ここにちっちゃい魚影やけど、向こうか。まあ、自分の家のあのちっちゃい池が一番いいよね。貯水池みたいな。え、荷物いっぱいだからやめておこう。え？どう？わあ、もう満タンだ。マジで満タンだった。カバン拡張せなあかんね。ここは通れない。この上からしか行けんね。上の何これ？小鳥？あ、ただの木の枝か。うわあ！鉱山、鉱山。そんなことより。や、や、こんにちは。いい天気だね。なんだか植物も元気そうだ。頑張って。頑張ります。頑張って。ちょっと帰ろうぜ。合ってんかな。基本的に左まっすぐ行ったらいけるはず。合ってるよね、多分ね。はーい。これ何やろ、これ。これ何？わかんねえな。あ、釣りは今、やめよう。はい、はい、はい、はい。これはね、収納箱にね、置いた方がいいんですよ。いずれ使うからね、こういう系は。よし、はい、釣りする。受けが沈んだら、ドン。無心、無の境地。あ、あいつが来る。ハイライトされたじゃん。ハイライトがより黒いよな。このワンプッシュで終わりますからね。ドラえもんの釣りは土壌 13.9。 売り値も確認したいね、魚の。結構前作はね、安かったんだよね。でっけえやつ来ないか、このボロじゃ。ちっちゃいやつしかかかんないかな。あ、来た。ほら、またちっちゃいやつだ。はい、土壌以外欲しいな。あった、来た、ヤマメ。よし、オッケー。よし、売ろう。これだけでさ、ここで、もうここだけで一日中釣ってりゃ、金儲けができるやん。待ってよ。右に行ったら桃通りでしょ。ザクザク浜辺。うん。輝き峠。これ、こっからさ、左に行ったらいけそうなんじゃない？無理か。さすがに無理。福祉。ああ、無理だね。いけないわ。なんか小物いっぱいあんね。ここにも畑ある。2個目。あ、いけた、いけた。オッケーオッケー。ザクザク浜辺。ドラえもん！のび太くん、ちゃんと仕事できる？心配だな。水やり忘れちゃダメだよ。忘れはせん。あ、やべえ、何これ。これね、これ虫扱い。斧でも切れない。何やね、三葉虫っぽいやつだね。で、こっちに行くと。で、上でいいんかな？多分。ここの金もさ、全部取れるよね。これ丸バツだよね。いずれなんかのイベントで使うやつかな。ひとしと森方面。ひとしと森だったらさ、いっぱいなんか、そういう作物、つくしとかさ、いっぱいありそう。ふれあいの川、南東。南東ふれあいの川。ほら、大工の？関係ない？合ってんかな？ここで。お、これあれじゃん。あの、出会ったところやん。皮むけてるね。これ切れるやつだね。
これ向けてるからなんか使うやろいずれ。ここで合ってる？これ。俺ら来たところじゃんこれ。違うんか。おーおーおお来たところだ。これどこ？ひとひと森だ。鉱山まで遠いね。行けれへん？おお何これ椎茸か。はい、ふれあいの川で、さらに上行くんかな。焚き火がある。誰か焚き火釣っちゃおうぜ。これ川やもんな。あ、養殖してたんかな。道場ヤマメちょっとでかいやつ。30センチ。はじきマグロ。はじき、あ、ちっちゃい。こっから湧いてきたんやつマジで。よし土壌や。 8.5 センチしかない。おっ、桃。これ梅か。梅だ。これ切れないよな、この木は。あ、無理だね。こいつらも切れない。ハイライトされるやつは切れる。ここの木切れないわ。ブルブル山。なんだこの看板は。山の行き方、山を登った先採掘場入り口、山を登って橋渡る収集山道。はい、これ登った先採掘場があるってことね。お、まだこっちか。結構遠いね。遠いよこれ。これ何？よもぎ。お、採掘場だ。滝の音する。取れない。すげえ。うわー、質すげえ。うーわ、ええー、ねー、くそいいね。ゴーゴーだき。よし、戻るぜ。採掘行くぜ。あ、ハンマーで十分だろう多分。ピッケルじゃねえよ。そういえば石を掘るんじゃん、これ多分。あ、無理だ、ハンマーじゃ無理だ。やっぱピッケル。え、もう時間帯過ぎちゃったから。え、採掘場入り口じゃんこれ。採掘場入り口じゃん。違うの？え、今ブルブル山だもんな。え、ブルブル山だよね。もう一個いけるんかな。いけない、引っ切らないとね。1043時やって。1431時、結構な大金だと思うよ俺。これいける？無理だ。あー、わかんないね。採掘場いけない。これブルブル山だもんね。あれ、これブルブル山でしょ。採掘場入り口前か。こっち？しとしと森やんなこれ。え？うん、しとしと森で上行ったら木漏れ日の道やもんな。え？またやることめも。読み始めました。雑貨屋始めました。採掘場ないよねこれ。作物収穫、大工、鍛冶屋。はい。ドン洞窟には鍛冶屋があるみたい。誰かにあるかもしれない。ドン洞窟。ドン洞窟どこですか？皆さん。ドン洞窟。あった。ここか。出会いの広場のとこが。なるほど。あれ、ちょっと待って。入り口引っかかるな。登って採掘場の入り口がある。書いてあったもんね。ブルブル山方面で、山道を登った先採掘所入り口、山道を登って橋を渡る収集山道。やっぱ合ってるわ。
げえ、ライトがつくんだった。すげえすごいね、胸ライト。もうこのまま勝手に戻されるやつだよこれ。多分帰るのめんどくさくてさ。あ、すげえなこれ。やちょっともうええ感じやな。え、あ、勝手に取れるのこれ。あ、無理だこれ。採掘、ほら採掘場入り口やん、ほら。でもびっくりマークはあるんだけれども何もないんだよねこれ。鍛冶屋と話さなあかんかもね多分。うん、そうだろうな。やべ、帰れねえ。帰れるか。だってまだ19時やもんな。美しい星の展望台。入れないね。と帰ろっか。下だね、中州参道。おお、つくしあるね。つくしルート覚えな。はい、南桃通り。とりあえず下に下に行ってみよう。で左かな。うん、最強牧場になってる。この先何、牧場入り口。よう進めよう。町の人たちの名前覚えた？料理屋の常連さんの名前覚えなきゃいけないんだよね。今日の仕事どうだった？あ、詰めれない。あ、すり抜けだ。俺が先じゃ。よしよし、全売り。やあ、これ食べれるのか、飯みんなと。朝と一緒じゃないこれ。朝食やん。ごちそうさまでした。え、なにこれ、え、なにこれ、え、なに、今はやめておこう。え、何が起こったんだ僕は。今寝るぞみんな。静香ちゃんの部屋か。よし寝る。はい寝る。寝まーす。おやすみ。作物、動物はゼロだね。釣り351、その他920、その他の稼ぎがえぐい。株1個だけだったよね、そういえば。株1個で160か。雑貨屋も寄りたいね。雑貨屋寄って株がね、いくらか見なあかん。よし、ちょっと雑貨屋行こう。あ、イベントや。昨日よく眠れた？慣れない牧場仕事で疲れてない？大丈夫。暖かいベッドがあるし、ぐっすりだよ。牧場仕事体力勝負だからね。でもね、睡眠は大事だ。この間説明した食事でもいいけど、プラスで昼寝をするのもいいよ。そうなの？少しだけど、体力を回復してくれるからね。昼寝が得意なんでしょ？そんじゃなくて、地面の上だって寝れるよ。やばいよね、これね。夕方以降は昼寝じゃなくて、ちゃんとベッドで寝ようね。ベッドで寝て体力をしっかり回復する。これが基本だよ。おーい。はい。OK。16時以降は昼寝ができないと。あ、水やりしようぜ。昨日ね、10個やってさ、ちょうど半分なんじゃない？もしかして、20個分？これ。水。多分何日や、これ。見てなかったな。よし、町行くぞ。雑貨屋、雑貨屋。よっ。お前、牧場仕事なんで一人できるのか？バック。みんなに舐められすぎてるよね、のび太。雑貨屋。はい、8時から13時。定休日は木曜日、今日定休日じゃないよね。はい。え、お昼寝。8時、はい。おやすみ。よし行こう。
でかいなここ。え、誰もいない。ペンダント置いてあるね。しょうがない。また来ようっと。で外から来るんでしょ。ぶつかるんでしょこれ。え、まさかのマジでいない感じ？はーい。あ、おったおった。そこに並んでね。え？順番にブラシをかけてあげるよ。これが終わったらご飯にしようね。アルパカもおるんや。リーゼントやんあいつ、リーゼント。こんにちは。こんにちは。のび太マジでさ、陽キャじゃない思ったけど。誰に対しても喋れるやん。僕のびのび太。人見知りしないやん。しばらくの間隣の牧場にいるからよろしくね。のび太くんね。私はメリー。メリー。うわ牛だ。それに羊も。それから首の長い羊。羊。この子はアルパカさんだよ。へえ、アルパカっていうのか。ここには動物がたくさんいるんだね。言うて3匹しかいねえけどな、1匹ずつ。この子たちは私がお世話している動物さんだよ。私はね、動物屋さんなの。あれ、雑貨屋さんをしているの？うん、お姉ちゃんと2人で暮らしているんだけど。すぐ隣が動物屋さん。お姉ちゃんは雑貨屋のお仕事で忙しいから。すごいな。そんなことないよ。動物さんたちはみんな優しくて賢いから、私一人でも平気なの。おう、のび太くんもお世話できると思うよ。のび太さんな。みんな様だ、やっぱここで匂わしてんだよ。これライト様やん。よければやば、育ててみてくれると嬉しいな。うん、またな。どうぞ。小屋も汚いし。ところでお姉さんは留守なの？今は隣町に商品を仕入れに行っています。今日買えないの？もうすぐ帰ってくると思うんだけど。わ、来た。しずかちゃんライバル。あ、お姉ちゃんだ。似てんな結構。おかえり、お姉ちゃん。ただいま。いい子にしていた。まずのび太に気づけよ。俺最強牧場の主のび太、ライト様と一緒に住んでるんだぜ俺。わ、こいつライト様好きそう。うわ、あ、でも結構年、あ、身長が高いから合わんか。その子はどなた？あのね、のび太様だ。この人はのび太くんっていうの。ライト様の牧場に。やっぱ様付けだな。あいつなんかあるな、ライト。あら、あなたが噂ののび太なの？噂なってんの俺。聞いているわ。ライト様の牧場に、よその、この人は何星人やろ。普通に地球人と変わんないよね。ここで雑貨屋を開いているの。サリー、メリー。違う作物の種を売っているわ。もちろんそれ以外にも肥料、牛アビもあるんだ。牧場に必要なものをいろいろ売っているの。欲しいものでも、うん、牧場で使うクワみたいな道具はうちでは売っていないから、ジアで強化してちょうだいね。はい、めっちゃ教えてくれるやん。メリーちゃんのお店では動物を売っているんだっけ？動物さんだけじゃないよ。餌とか乳搾り機、乳搾り機みたいな道具も。動物さんを飼いたくなったらいつでも相談してね。はい、わかった。結構後やな、金ないからな。それじゃあ話も済んだところで、私は商品の整理があるからこれで失礼するわね。はい、私も動物さんのお世話をしなきゃ。またね、はい、のび太くん。うん、またね。またね、のび太くん。え、くれるなんか種サービス。どうしたのサリーさん。せっかくこの町に来てくれて、わざわざ挨拶に来てくれたんだ。そうよ、なんかくれよな。俺もなんか持って行った方がよかったかもね。私から一つプレゼントをさせてちょうだい。株の種やろ。虫編みよ。あ、虫編み食えるんか。買う予定だった俺普通に。用意しておくから後で取りに来てくれるかしら。わーい、ありがとう。そうな、ドラえもんのアイテムね、前作もそうだったけど、物食える時ってね、毎回後で取りに来てみたいな感じだよね。楽しよ、楽しんでね。まあ、カバンが満タンになったりとかそういうのはあるからさ、それを避けとかな。アルパカなどの動物を買うことができる。はい、雑貨屋でちょっとね、値段ざっくり見てみよう。その後鍛冶屋行こうか。はい、こんにちはサリーさん。牛飴を取りに来てくれるのね。説明したいけどいいのかしら。はい、
ところでのび太くん、虫網の使い方わかるかしら。よかったら教えようか。場所を変えましょう。こんなテントウムシ、お前虫網使えんでもよくない？頑張って、いいかしら。音を立てないこと、うん、はい。とーっと、えい、よーし、やっ、すごいわ。バカにされてるみたい。七星テントウがいたけど、違う季節なら違う虫がいる。いい、うん。走ったり音立てたり、歩くと逃げ出す虫もいるから、近づくときは、そうそう、そう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 と。はい、わかりました。虫もね、売れるからな。あと図鑑とかもあるんかな、さすがにね。よし、物見してくれ。え、なにこれ？これあいつらの動物小屋か。お、ここで外で話しかけてねってなる。いらっしゃい。全然大丈夫だった。株30、え、待って、30から160ってやばくない？え、やばいね。じゃがいも1個、はい。いちごって、春の作物、多分いけるよね。いちご、はい。ロゴポケットいっぱい、収納箱、めっちゃいいやん、すごいじゃん。インドウまで10日ぐらいで、育てられる。これも買っとくか。めっちゃ便利これ。これ今春の作物だよね。めっちゃあるじゃん。何これ、めっちゃあんじゃん。マーガレットって花？花だ、いらないな。牧草種、小麦の種、はい。育った後は釜で刈り取ろう。収穫後9日で刈り取る、最大5回。え、小麦ってさ、めちゃくちゃあれやな。コスパいいな。10個いっとくか。10個いっとこう。カバン3000ね。オッケー。ちょっと待って。いらっしゃい。待ってね。小麦のコスパ良すぎだね。ちょっと。はい。はい。また来てね。よし、で鍛冶屋行こうか。まあ、のび太をなめんなよね。え、小麦商人になるからね。小麦商人、鍛冶屋行って、いける、もらうフラグ立てるか。この方向で合ってんかな。桃通り、どん洞窟、あ、俺も出会いの広場まで来てんか。出会いの広場？あれ、どん洞窟は？いいね。すねよ。ローバーダイニング。おいしい料理。レストラン。はい、レストラン。これ病院？町の掲示板。どん洞窟。これ結構ズレがあるね、これ表示に。思ったけど。どん洞窟やろ？みんな。これ町？病院か。上かな。どん洞窟、これか。ガチの洞窟やん。え、マジで、すげえ、どこにあんなこれ。火曜日定休日は、マジか、マジかよ。え、あ、でもイベントはできるってこと、優しい。これはめっちゃ優しくない？でっかー、なんだこいつ。お、見慣れない顔だな。ゴロン族やん。誰だ？僕はゼルダに出てくるやつ。ライトの牧場に泊まっていて、今町を見て回っているんだ。うん。そうかそうか。俺はゴゴン、鍛冶屋の親方だ。鍛冶屋の親方だ。おお、皆さん、おおにか。使っている道具を強化したくなったらここに来い。金と材料さえあれば、俺が道具を強くしてやるぞ。待たせたな。へえ、鍛冶屋さんなんだ。だからそんなに強そうだね。強そうなんだね。仕事柄というのもあるだろうがな。名前つけやす、こいつら。ゴゴン。俺はドガン族だ。他の種族に比べてドガン族はガタイのいいやつが多いんだ。息子はドドンだろ。ドガン族？そうだ。ドガン。
岩や鉱石をこよなく愛する力持ちな種族、それがドガン族だ。ドガン族だ。ドガン族はゴゴンさん、息子のドドン、娘ゴロンかな。俺だけじゃないぞ。娘だったら意外じゃない。ガガン降りてこい。ガガンだった、美味しい。ドドンじゃなかった、みんな。ガガン、え、息子娘どっち。うるせえな。やば、こいつでっけえ。もうこいつはのび太だ。ジャイアンの進化バージョンや、こいつや。強そう。俺はガガンだ、よろしくな。よろしくね。声はかっこいいわ、ガガン。いや、ブラブラしてるだけ。やば、無職だ。仕事してニートや、ニート。全然、すごく羨ましいよ。いいな、毎日自由に過ごせるんでしょ。やば、のび太。僕ものんびり昼寝したい。これ皮肉攻めっていうんやで、それ。実はそう言われるとは思っていなかったぜ。まあ確かに。お前面白いやつだな。でもまあハンマースぶら下げてんじゃん、ガガン。俺はだいたい外をうろうろしているから。やば、今になったらいつでも話しかけに来いよな。このセリフクソエグない。俺はだいたい外をうろうろしているから、うん、暇になったら。今度好きにしていても怒られない方法を教えてよ。これゴゴンが優しいからや。何よりだ、のび太、鍛冶屋をごひいきにな。ああ、俺は最大の顧客になるぞ、この町で。おい、来た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 、ピッケルだ。ほら、みんな忘れ物みたいな感じで出てくるんだ。鶴橋か。鶴橋？持ってない。それじゃ道具を強化する材料が手に入らんぞ。確か家にガガンが小さい頃に使っていた鶴橋があったはずだ。今のサイズじゃ俺に合わないんだ。これ金稼いだらさ、ガガン雇ってやるからさ、鉱山毎日掘ってくれんかな、あいつ。準備するよ、いい感じの金出すからさ。ねえ、こいつら商売下手やな。道具のグレードアップ、はい、オッケー。鉱石、鉱石出たら売ったらさ、もう大儲けやんな。そしたら俺が働けんか。つる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 、あ、つらし、あ、え、満タンやからないんかな。あ、後でもらってこいって言われたっけ。ちょっと戻ろ。多分そのもんだよね。道具がいっぱいあるから、待って、道具がいっぱいあるから、あ、カバンいっぱいだ、どうしよう。収納ボックスに送ってやるよとかないんかな。ラジ取りに来たんだな。使い方一緒に教えてやる。場所いいか。はい、いいよ。もちろんいっぱいじゃないか、整理してこいよ。いい天気だね。ちょっとめんどくせえな、これね。ちょっとね、申し訳ないけど、これね、捨てれないんかな、これ。どうやって捨てるの？お気に入り設定。あれ、捨てれないんか。俺捨てようとしてんだよね、めんどくさいから。お気に入り解除。はい、キャンセル。お気に入り解除できないんか。捨てれないんかな。選ぶ。捨てる。決定。はい、捨てます。はい。そういう人間です。めんどくさいんでね。俺のツラシもらいました。鉱山まで移動すんの？しかもそのまま掘れ、俺。めっちゃこれ楽なんだけど。あ、鉱山まで来た。すげえ。さてと、着いたぜ。ねえ。ここは？ここは採掘場だ。石とか鉱石を取る場所だぜ。あのな、さっきトラッシュ渡したろ。そいつでこういう地面を掘ると下から石とか鉱石出てくるんだ。それでよ、たまに出てくるロープで降りると、一つ下の階に。どこまで降りられるかは俺は知らねえけど。ガカンさんでも分からないの？それでよ、その階に行けば行くほど地面硬くなってボロいトラッシュは壊せなくなるぜ。下の階に行けば化石とか宝石も手に入るんだけどな。トラッシュを強化しないといけないんだね。どうなるな。ま、自分で道具を強化していくのも採掘の楽しみの一つだろ。うん、あ、でもこいつ仕事したかった今。本当に採掘場で地面を掘るといろんなものを掘り当てることができる。はい、了解です。 OK、 化石が出るね。まあ下に行けば行くほど金銀財宝がね出てくると。
了解でし。ツルハシツルハシ、うん、これ2回、あ、もうこれ掘れないんだ。石材どう、ね、こういうのはね強化に必要だからね。よしよし、一振りでこれ何 0.2 いけるんかな。1、2、3、4、5、あ、10回掘れるわ。わ、めちゃくちゃ優しくなってるよみんな。これわあ、すごい改善してんだね。そして伸びたかね、どんどんボロボロなってんだけど、見て、気づいた、ほらめっちゃボロボロなってる。おーい、あの前作はね農業がね本当にあんまり役立たなくて、売り値も少ないしさ、でみんな鉱山、鉱山労働、重労働してたわけよ。これ改善してくれたんだね、多分絶対。株だって30で買って160で売れるわけやからさ、めちゃくちゃいい感じやね。よし、全部掘って帰ろうか。下は行かなくていいかな。よしよし、あ、もうなんもねえ、やば、外れだらけやん。よし、出るぜ。これ早めにね移動のなんかくれないとね、きついわ。ワープみたいな、どこでもドアみたいな感じで、鉱山はなんか遠い。むしゃみむしゃみ、えよっしゃー、ワンゴムシ、オート釣りやん、これオート釣り。これ畑仕事する分の体力ないな。寝りゃいいか、いるねみたいなね。渡れる、お、いける。これも変やな、なにこれ、白い輪っかみたいな。待って、道合ってます？パンポット。ほら。最強牧場方面。いやー、面白いわ。クソのんびりできる。フルモンキーチョー。何これ？これ。模様替えか。ああ、牧場の模様替えか。タグを選ぶ。何もないよ。模様替えやめる。うわあ、すげえ。柵とか設置できるってことね。ええやん。素敵やん。ぴょぴょぴょ。これ1個ぐらいは置いとくか。分裂？分けておく。1、はい、これも分けておく。でよし、売っとこう。まあ1個くらい売ってね、まあ、図鑑登録みたいな感じ多分あるはずやから。で収納箱これあのあれか、道具ポケットに入るんだ。パンはいるやろ。パンマは石、まあか、まあは使うよね。斧も木いるか。上路は水やるときにいるか。ハンマーはいらんかな、今。ここはもう多分高屋からしたらいらんから。上路は後で取るか。わあ、これ33個、これ、やれねえな、これ。やべえな。あ、疲れてきた。とりあえず2、はい、でエンド。33個か、33個。あ、種まくのにさ、いるんかな体力。ああ、減ってるわ、やべ。よし、お昼寝。16時まで寝るぞ。1時間で1つ回復するのが体力。
結構回復した。はあ、多分全部無理だね。いけるかな。あと2個。あれマスの計算がミスってる。これ30かと思ったら買ったの。どれだ。やべえ、ずれた。よし、もう待ってるね、あいつ。あ、満タン。多分10個までしかできないよね。あと2つで20か。妥協するしかねえ。これはいいとして、こいつらは水やっとこう。めっちゃ頑張ったな。あいつらの誰よりも一番頑張ってる。よしよし、皆さんね、今日は今日はというか今回はここまでにしましょう。はい、皆さんありがとうございました。いや、買ってよかったですわ。うん、面白いです。はい、お疲れ様でした。よかったらチャンネル登録、ご評価お願いします。おつー、チャンネル登録お願いします。はい、